ダンシングスポットファッション編。今回はリポーターとして寺町にやってきました。取材させていただくのはこちら、ドノバンさんです。今日はストリートダンサーにおすすめの最先端ファッションをご紹介していただきたいと思います。望月オーナーさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、なんといってもこのニューエラキャップは、そうですね、もうね必需品ですよね。これはね、めっちゃよく出て、女の子にもバッチリこんな感じですね。こういうシールが、三浦のシールついてるんですけど、基本はやっぱり剥がさない子が多いかな。中古じゃなくて新品をかぶってるっていうのをこうみんなに自慢するためにつけて、なかなか外さないという説があります。はい、この時計がブリンブリンな時計で、これをヒュッと押すとここが光っちゃうという、このここ全部そうなんですけど、この光って結構みんなに自慢できちゃうみたいなクラブで、これで目立ちますね。で、そうそう、しかも今大きい時計がすごく流行ってるんで、僕とペアでみたいな、こんな感じでしてもらっても OK みたいな感じです。はい、このくらい結構大きい音で、はい、なります。今ストリートダンサーたちに人気のあるさまざまな商品を紹介してもらいました。オーナーさんのお話を聞いていると全部欲しくなってしまうので大変です。それではオーナーさんおすすめのコーディネートを実際に試してみたいと思います。はい、今日はちょっとメンズの服で、コーディネートしてもらいました。限定版なんですけど、こういうアメリカのこの幼稚園児とかが名前入れていうのが入ってるやつで、トラッドの流れの、服で、まあ、IB っぽいやつとか、あとちょっとカジュアルっぽい学生っぽい感じで、でパンツはこういうストリートシーンでは外せないヌーディージーンズっていうブランド、今ダンサーの子にもすごい人気のあるブランドのスープラっていうブランドの靴でコーディネートしました。最後にファッションコーディネーターとしてストリートダンサーたちへのメッセージをお願いします。ヒップホップ系のファッションは日本でいうとラッパーでもなく DJ でもなく、おしゃれを引っ張ってってくれたのがダンサーたちで、これからもそのダンサーたちがこういうファッションをまた今後もこう続けてもらって、まあ僕らみたいなお店も一緒に共存できたらいいかなみたいな。はい、B-Drive TV! I made you high! Catch me at the X with OG at a Yankee game. That made the Yankee hat more famous than a Yankee king. なんと視聴者プレゼントとしてオーナーさんから LED 付きジュエリーウォッチを2本提供していただきました。応募方法は番組のエンディングで、絶対見逃すな。実はですね、とっておきの写真がありまして、ターボー君の今ではちょっと人間違いしてしまいそうな頃の写真が見つかりまして、はい、なんと1993年そんな写真があったんで、ちょっとお見せします。実はこれでした。ちょっと分かりませんよね、これでは。ちょっとこうなってもらわないとね。はい、まあ、この頃からほんまにターボーとかも含めてこういうファッションをリードしてくれてたんで、この若い子もまた頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。I came up in it to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come